六角義方、三好三人衆を破った織田信長は足利義昭を奉じてついに上洛を果たした。信長は直ちに朝廷に働きかけて義昭を将軍の座につけると、京の本国寺に将軍家の仮御所を設置。将軍家の警護役として光秀と秀吉らを残し、自身は盟友の長政を伴って本拠の美濃へ帰国した。六条合戦。義昭様を無事に京に送り届けたことだし、これで少しは天下も落ち着くかな。そうはいくまい。将軍位につかせたとはいえ、力なき将軍家に忠を尽くす者がどれほどいるか。だから兄様や長政様が助けてあげるんでしょ。今はそうだな。助ける価値のあるうちは助ける。あ、それってどういう。今日の松永久秀殿より急死が参りましたぞ。今日追われた三好三人衆にまたも不穏の動きが。長政、直ちに兵を率いて京へ向かうぞ。あ、不穏の動きったって援軍要請はまだだろ。今日は遠い。今から動かねば間に合わん。まだ将軍が撃たれては困るのでな。俺のやり方見せてやろう。奪たらきなら俺に任せな。義昭様のいる本国寺までもうすぐだ。これで何も起きてなかったらとんだ骨折りだな。いえ、進むほどに嫌な匂いが濃くなっていく。これはもう始まっているわね。さすが大方様、俺もそう思います。物見を放つまでもないか。時は一刻を争う。先を急ぐぞ。久秀の頼りをもとに来てみれば、やはり三好の残党どもが攻め寄せていたか。御座。御座殿、美濃にいるはずのあなたがなぜここに。信長が現れたなと。そんなバカな。よしておれ、急ぎ義昭を撃つのだ。信長殿、私はここだ。早う助けに参れ。出るか。参よ。三好め、俺の留守を狙ってきたか。この木に叩き潰しておかねばなるまい。三好三人衆がいる限り都は落ち着かねえ。俺が絶対に倒してやる。このままでは押し切られてしまう。援軍を呼びに行かねば。敵に何やら不審の動きあり。懸念の種は排除しておきましょう。御座。やれやれ、信長様が間に合ってなけりゃ今頃どうなってたやら。親父の加勢で流れが変わった。やっぱり親父はすげえ。俺も頑張るぞ。ご無事ですか、義昭様。出るか。金国の将をかき集めて馳せ参じましたぞ。
まずい。いよいよ厳しくなってきたぞ。見つかったか。まだ諦めるには早い。ヨシアキを直接狙え。開門。生かしておかねえ。これでよし。懸念を一つ除くことができましたな。味方が勢いに乗ってきたな。生かしておかねえ。斎藤殿を援護せよ。一気火星に攻め立てるのだ。笑顔に柴田だ。使えよ。また敵が現れたのか。もう俺たちだけじゃどうにもならねえぞ。なんとかしのげたか。よっしゃ、今度はこっちの番だ。耐えた分しっかり暴れてやるからな。うちじり。誰？俺がやる。敵将、打ち取ったぞ。ここは引こうか、あるまい。やろ。この俺を止めようとて無駄よ。苦戦救援コン。敵将、打ち取ったぞ。お強い兄様。するか。私も続きます。俺がやる。オケ。俺を打つけとは侮ったか。するか。悔しいが、ここまでか。助かった。おかせ、かたじけない。さらなる襲撃に備えておく必要があろう。守りをもっと固めておく。形勢逆転というわけか。まあよい。砦にこもれば指物信長も手は出せまいで。うちにこもり手駒に戦わせるか。腐り果てた者の不毛どきめ。よし、目障りな敵は全て退けたな。するか。前線をさらに押し上げるぞ。開門。どれ、どれ。我が理想のように腐敗した輩は不要。さような異物は焼却が良い。みんな、家計をしたください。奴らを炙り、砦から引きずり出すのです。怪しげな兵がいるぞ。撃ち取ってしまえ。策の準備を進めている間、俺たちは派手に暴れて敵の目を引きつけておくか。であるか。俺がやる。恩さん、増兵どもじゃ相手にならん。織田の援軍か。ここから先は通さぬぞ。腕は信用できないぞ。するか。これだけ暴れれば敵将も無視できねえだろ。なんだあの騒ぎは。静まらぬか。開門。けんな。よし、まんまと出てきたようだ。これで策の準備も少しは楽になるだろう。やれよ。分岐の違いってやつだ。悔しいが、ここまでか。お見事にございますな。生かしておかねえ。
気の違いってやつだな。フルはなんだか。がしょうかね、増兵どもじゃ相手にならん。俺がやる。味方が火星に来てくれたか。であるか。皆準備はよろしいか。放ちなさい。家計だと。くそ、砦にとどまっては我ら残らず丸焼けよ。こうなったら破れかぶれだ。信長どもと差し違えてやるわ。開門。来たな。なら迎え撃つのみ。ようやく兵を進められる。これより各地の味方に加勢する。するか。であるか。敵将、討ち取ったぞ。かなう相手ではなかったか。生かしちゃおかねえ。敵将、討ち取ったぞ。引かせていただこう。いいぞ、見事な働きだ。力を及ばすか。俺がやる。俺をうつけと侮ったか。であるか。ここは引くほかあるまい。たぎってきたぞ。耐えよう。生かしちゃおかねえ。柴田だ。よし、終わったな。信長殿、手を煩わせて面目ない。構わん、将軍が無事ならそれでいい。これで都も少しは静かになろう。まさか信長様に来ていただけるとは。いや、本当に助かりました。我らだけでは危うい戦だった。久秀殿があらかじめ信長殿に知らせていなければ。この戦、一番の手柄は久秀だったようだな。久秀、よく知らせてくれた。三好三人衆とは因縁の間柄、常に気にかけておりましたゆえな。やつらは過去の映画にすがるだけのクズ。これでようやく掃除が叶いました。で、あるな。
信長殿、遠くからよう駆けつけてくれた。私を大切にしてくれていること、心から礼を申すぞ。この機に、そなたを副将軍に推挙したいと思うが、もちろん受けてくれよな。俺にそのような大役は似合いますまい。それよりも、今日の守りをより堅固にしなくては。そうか。世話をかけてすまぬな。もったいなきお言葉。ではこれにて。将軍様との謁見はもう終わり？随分と早かったわね。将軍と長話するいとまがあるならば、俺は機長と話していたいからな。嬉しい。ねえ、外に出ない？あなたに見せたいものがあるの。ああ、いいだろう。綺麗。ほう、この戦火を耐えたか。このムクもいつかはすすけてしまうのかしら。そうはさせない。光秀だろ。お前に先を越されるとはな。確かに犠牲なくして太平の世は築けんのやもしれん。だが市中の希望を守り抜くには乱れし現世を打ち砕かねばならん。その先に太平がなれば、無垢は無垢のままでいられよう。それが天下一心なら、あなたが守り抜きたい希望って？俺にとって大切な者たち、もちろん機長、お前もだ。笑うか？らしくないと。ああ、笑うね。とんだお笑い草だ。美月。けど、それでこそ俺の親父だ。惚れ直したぜ、な、機長さん。もう…ハハハハハ。